高田純次は街でファンに声をかけられ、これで美味しいものでも食べてと言って割り箸を渡した26歳の女性から、一度も彼氏ができたことがないと相談され、私も一度も彼氏ができたことがありませんと答えた。高校時代のあだ名は国領の鶏。昔ギターで飯を食おうと思ったことがあるが、諦めて箸で食べることにした。寿司屋で、親父、手始めに俺の手を握ってくれるかいと言った。美容院で、どんな髪型にしましょうかと聞かれたら、高田純次みたいにしてという自慢話、昔話、説教を始めるようになったら人間はおしまいなので、スケベな話をしている。本人曰く、警察に捕まるようなこと以外の職は一通りやった。好きな言葉は木も見ず森も見ず。毎年目標を聞かれると、ただ生きると答えている。